三郷町では小学生が一日議員となって町政への質問を行う子ども議会が今日行われました。子ども議会は町議会で質問する体験を通してまちづくりへの理解を深めるとともにふるさとを愛する心を育んでもらおうと町が開いたものです。今日は町内2つの小学校の5年生と6年生合わせて12人が議員を務めました。いろんなところの公園にゴミ箱を設置することを提案します。子ども議員たちは時間を確認しながら安心して遊べるように町内のすべての公園に時計を設置することなど日頃の生活の中から考えた質問や提案を行いました。中には今年開通した新しい道路をさらに別の道路につないで住宅地の交通量をコントロールしてほしいといった大人も驚くような提案もありました。三郷町では子どもたちの意見を今後のより良いまちづくりに生かしていきたいと話していました。